ジェネラル、アナザーディメンション。よかろう、3人まとめて葬ってくれる。受けてみろこのサジタリアスの矢を、ネガサス・デイナーキャみなさんこんにちは、パチスロ攻略マガジンのトニーです。今回は三陽の最新機種、パチスロセイントセイヤ海王覚醒をご紹介していきたいと思います。本機はパチスロセイントセイヤシリーズ第4弾となっております。過去のシリーズもいろいろな特徴がありましたが、本機は ART の上乗せ性能が一番の特徴となっております。本日は解説を交えながらその片鱗をお見せできればと思っておりますので、早速本機のスペックをご説明させていただきます。 ART セイントラッシュを目指すルートはこちらのようになっています。まず通常時はジェネラルバトルを目指して撃っていきます。ジェネラルバトルにはレア役から、液晶右下にあるポイント抽選から、ゲーム数からなど様々な景気から突入する可能性があります。そしてこちらのジェネラルバトルなのですが、バトル方式となっていまして、ジェネラルと最大3回の攻防を繰り返し、最終的にジェネラルに勝利することができれば ART セイントラッシュ突入となります。それぞれの詳しい打ち方や解説はこの後説明していきますので、早速打っていきましょう。本機の打ち方ですが、まず左リール上段付近にアテナ図柄、もしくは赤7を狙うと、子役をフォローすることができます。主なレア役の停止形はこちらとなります。また本機は CB を搭載しており、15枚を獲得することができます。なので通常時のベースは高い設計となっています。通常時はジェネラルバトルを目指していきます。そのためにはいくつか方法がありますが、まずはポイント景気の突入です。こちらはこのように液晶演出の発生がポイント獲得の契機となっております。はい、で、今獲得しました。で、1000ポイント貯まるとジェネラルバトルの抽選を行います。ポイントをたくさん貯める方法として、ポイント特化ゾーンコスモチャージが存在します。こちらの突入までの流れをご説明させていただきます。で、今スイカを引いたんですが、主なコスモチャージの景気は、こちらのスイカとなっています。スイカを引きますと、その後このようにですね、連続演出に発展します。ヤコフ、セイントミッション、湖面を凍結させろ。そしてこの連続演出をクリアすると、コスモチャージに突入します。
で、今ミッションクリアとなりました。そして、コスモチャージ中なんですが、全役でポイントを獲得する抽選を行っています。で、このように毎ゲームポイントを獲得していきます。で、さらにこのようにエフェクトがペガサスのエフェクトが発生すると、より大きなポイントを獲得することが、できたり、さらにカットインも大きなポイントを獲得します。はい、というようにこのようにして、ポイントを大量に獲得することができるのが、コスモチャージとなっています。そしてこちらのコスモチャージは連続性を持っています。通常時に落ちたとしても、こちらの日時計ボタンのランプが今このように、ぐるぐる光っているんですが、そういった場合というのは、またすぐにコスモチャージに入るかもと期待を持って打つことができます。で、今ですね、このように演出がざわついて、前兆が続いて、そして、連続演出に再度突入しました。当然この連続演出にクリアすれば再度コスモチャージに突入となります。やるようになったの。ありがとうございます。はい、今突入しました。そしてコスモチャージがまたスタートしました。300ポイントで、今は760ポイント獲得しています。うん、500ポイントですね。で、今ですね、ポイントを獲得して累計で1000ポイントに到達しました。で、1000ポイントに到達した場合というのは、ジェネラルバトルの抽選を行っているんですが、じゃあこのように、余剰分はどうなるのかと言いますと、余剰分は当然、持ち越しされます。このように今310ポイントと、持ち越されているので、引き損は一切ありません。終了しました。そして今日時計ランプが青色に変わっています。こちらの色なんですけれども、青、緑、赤とあって、その順にジェネラルバトルへの突入期待度を示唆しています。また日時計ランプなんですけれども、全部で12星座あって、1つの星座につき3ゲームを表しています。なので12の星座 ×3 ゲームで最大全長は36ゲームとなっています。このランプが点灯している間というのは、全長を消化していく形になります。続いてはレア役からの当選をご紹介します。通常時は内部状態が低確率と高確率の2つがあります。で、このようにジャックチェリーを引くと、内部状態をアップする抽選を行います。で、今日時計のステージへと移行しました。で、これは、内部状態が高いところにいるよ、もしくは前兆を示唆するステージとなっています。で、今の現状ですと直前にジャクシェリーを引いたので、内部状態は、降格に期待できると、いったところです。で、降格中にレア役を引けばジェネラルバトルへの期待が高まりますので、今はレア役が欲しいところです。さあ今強い演出が発生しました。はい、今ですね、
チェリーが、まあ、出て、右リール中段に、アテナ・ズガラが停止したので、強チェリーとなります。で、これがですね、内部状態広角で、強チェリーを引いた場合というのは、ジェネラルバトルの当選期待度が約 50% となっています。さあ、ざわついています。発展、連続演出に発展しました。お前らぞにクロスはやらん。セイントミッション、カシオスを倒せ。行くぞカシオス。口ほどにもない。連続演出は失敗しましたが、失敗して12級ステージに移行しました。セリフの文字でも期待度を示唆しています。青色で、青色より当然赤色の方が期待度が高いです。で、今強行が出てきたので、この場合というのはバトルへの連続演出に発展します。で、最終的に演出突破でジェネラルバトル突入となります。で、今ですねプッシュボタンを押したんですけれども、プッシュボタンを押して、まあ、色がこのように変わると、期待度アップとなっています。そしてコスモを込めろと出たときは、日時計ボタンを押すと、このように、色が変わって、期待度を示唆してくれるんですが、今回は熊の実柄ということで大チャンスです。そしてさらに、日時計ボタンを押せという演出はもういついかなる時に出てもこちらも大チャンスと、いうことで、はい、演出成功ということで、これでジェネラルバトル突入となります。そして、今ジェネラルバトルの準備中で今、ジェネラルバトルに突入しました。で、ジェネラルバトルは順増約2枚増える ART となっていて、前半部と後半部の2パートに分かれています。で、前半パート今消化している区間なんですけれども、こちらは25ゲームで、後半はこちら1,2,3と書いてありますが、ジェネラルとの最大3回の攻防戦へと突入します。で、後半パートなんですけれども、1戦目2戦目とバトルを継続させ、そして、3戦目で見事ジェネラルに勝利することができればセイントラッシュ突入となります。で、当然レア役を引かなくても全子役で継続権利を獲得できます。ただレア役はやはり、まあ、期待度は高めとなっています。さあ、今扉が閉まる演出が発生しています。で、今、続くという文字が出て、そして1、数字の1のところにですねこう入っていきました。で、こちらに関しましては今、まあ、何も引かなかったんですけれども、
継続権利のストックを獲得したよというものになっています。そして今前半をの25ゲームですねを消化して、これからジェネラルバトルへと突入します。でポイントとなるのは、はい、注目してほしいのは、こちらです。バトル継続率 60% オーバーとなっていて、こちらでは、バトル1回の継続率を示唆しています。今回は 60% オーバーとなっています。また継続率には秘密がありまして、仮にジェネラルとのバトルに敗れてしまった場合でも、次回のジェネラルバトル突入の際というのは前回の継続率以上が必ず選択されるという特徴があります。今回で言うとART に突入するまでこの 60% を下回るということはありません。なので、まあ、負けてしまっても次回に期待できるという期待度が上がり続けるシステムとなっています。今回は、まあ、1戦目も続くと出ていますので、まあ、継続濃厚なので安心して見ることができます。でちなみにこの継続がまあ、決まっている状況の中で、レア役を引いたらどういった抽選を行うのかと言いますと、次戦ですね、まあ、今の現時点でレア役を引いた場合っていうのは、まあ、次戦で、継続抽選を行います。まあ、なので、一切引き損はありません。ちなみに強チェリーを引いた時というのはその時点で継続濃厚となりますので、もう引いたら嬉しい瞬間ですね。で、これで継続して2戦目へと移行します。ジェネラルの攻撃なのでピンチ、さらに、ジェネラルの攻撃パターンも、まあ、弱攻撃強攻撃とありまして、今のように、まあ、文字が出てきた場合というのは強攻撃になります。なので、まあ、非常に今ピンチな状況ですね。で、これはレア役で、今チェリーが出て強チェリーを引きましたので、これで、はい、継続濃厚で継続、今立ち上がったので継続しました。でこれで、2戦目も継続して、そして運命の3戦目です。はい、今ですね主題歌が流れました。主題歌が流れた場合っていうのはもう勝利濃厚となります。で押して、はい、勝利しました。で、ここから突入するのがお待ちかねのセイントラッシュです。セイントラッシュは純増約2枚の ART となっていて、 ART の初期ゲーム数は必ず突入する上乗せ特化ゾーンで決定します。では早速ペガサス覚醒を打っていきます。ペガサス覚醒は10ゲームプラスアルファ継続して、ほぼ毎ゲーム10ゲーム以上を上乗せしていきます。で、このように上乗せしていくんですが、まあ、当然この間にレア役を引いた時というのは大きなゲーム数に期待が持てます。
そして、今 CB が成立しました。で、実はですねこのペガサス覚醒中というのは、CB が大きな役割を果たします。というのも今残りゲーム数を見てください。4ゲームとなっています。で4ゲームで今 CB で30ゲーム上乗せしました。でこれが、実は次のゲーム CB 中なんですけれどもその間残りゲーム数はロックされます。3に移行するのではなくロックされてゲーム数は減りません。でゲーム数は減らないんですけれどもしっかり上乗せはしてくれるということで、CB は引けば引くほど大きなゲーム数につながりやすくなっています。で、またそれだけではありません。このように赤7を狙え、もしくはアテナ図柄を狙えというときに、揃うと50ゲーム以上を上乗せします。で、今揃わなかったんですけれども、赤7を狙え、アテナ図柄を狙えで、揃わなかった場合というのはこのように、CB と同じようにですね、ロックされます。残りゲーム数がロックされます。で、今赤7が揃って50ゲームを上乗せしました。で、今ですねレバーを叩いた時に下パネルがですね消灯しました。で下パネルが消灯すると大きなゲーム数に期待が持てます。で今このようにですねフリーズが発生しています。一気のフリーズで、現場剣フリーズでこれが発生すると大きなゲーム数でさらに日時計ボタンを押すこれもはい大きなゲーム数につながりますので今ですね、3桁を獲得しました。そして今10ゲームを消化しました。ラスト0ゲームとなって、ここからは、リプレイが揃うと、ペガサス覚醒は終了となります。なので、この次からというのは、ベルであったりレア役、さらには CB を引けば、終わりません。なのでそれが引けるかでこのようにベルを引けば、上乗せしてさらにはペガサス覚醒は継続。で、今リプレイが揃ったので、ここでペガサス覚醒が終了となりました。トータル390ゲーム上乗せ。ちなみにペガサス覚醒は平均約200ゲーム獲得することができます。今見ていただいたペガサス覚醒もすごい性能を持っているんですが、実はさらにアテナ覚醒という上位版上乗せ特化ゾーンがあります。次はそのアテナ覚醒をお見せしたいと思います。アテナ覚醒は10ゲームプラスアルファ継続する仕様で、一見ですねペガサス覚醒と同じように見えますが、1回1回の上乗せというのがペガサス覚醒よりも強力になっています。今リプレイで50ゲーム、50ゲーム、でさらにアテナ揃いから100ゲームを獲得。はい、で、このようにですね、どん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 と、ゲーム数を上乗せさせることができると。今残り5ゲームで270ゲーム乗っています。で、ちなみにですね平均の獲得ゲーム数なんですけれども約400ゲームとなっております。はい、ということでアテナ覚醒を見ていただきましたが、先ほどのペガサス覚醒を消化した状態に戻ってセイントラッシュを消化していきましょう。セイントラッシュは上乗せ型の ART となっています。で、ここからどうやってゲーム数を上乗せさせていくかというと、レア役がポイントとなってきます。
で、今は強チェリーでまずは直乗せの50ゲームを獲得しました。で、レア役を引いた時というのはこのように、まあ、直乗せでさらには、セイントアタックというダブル抽選を行っています。で、セイントアタックというのは、まあ、どういったものかといいますと、まあ、それに当選した場合というのはゲーム数の上乗せもしくは上乗せ特化ゾーンに突入します。で、今はそのセイントアタックに当選しているかどうかっていうのを示唆するのがこのステージとなっています。上のステージに移行すればするほどセイントアタック突入期待度が高まってきます。で、ステージがアップして回廊、海底回廊に移行しました。で、海底回廊は、上から2つ目のステージとなっていて、もうここに移行した時点でかなりセイントアタックの期待が持てます。で、連続演出に発展しました。で、ここで成功すればセイントアタックで、今はチャンスアップパターンが出現。で、今成功したのでセイントアタックが、出てきました。で、セイントアタックなんですけれども今の流れからいきますと、強チェリーで、直乗せさらにはセイントアタックにも当選したというものなんですが、このセイントアタック、実はレア役を引かずとも、ゲーム数で抽選を行っています。なので、何も引かずとも演出がざわついて、そして連続演出に発展、そしてセイントアタックが出てくるというパターンもあります。で、セイントアタックに当選した時というのは、まず注目すべきポイントとしてはこのクロスボックスの色です。で、今はゴールドなんですけれどもブロンズと2種類あります。で、ゴールドの場合というのは上乗せ特化ゾーンに突入します。で、ブロンズの場合というのは上乗せの演出もしくは上乗せ特化ゾーンに突入します。これから上乗せ特化ゾーンを消化していくんですが、上乗せ特化ゾーンに関しては2種類存在します。ゴールド VS ジェネラルバトルもしくは千日戦争となっています。このクロスボックスから何が出てくるか。ゲミニサガで、今回はサガが出てきたということで、ゴールド VS ジェネラルバトルに突入します。で、注目するポイントとしましては、どのキャラクターが出てきたかで、今回サガとなっているんですけれども選択されたキャラクターによって特性が変わってきます。で、ゴールド VS ジェネラルバトルは、ジェネラルとバトルを行っていき勝利すれば上乗せを行います。で、この間というのは当然残りゲーム数はロックされています。で、1戦目に関しては継続濃厚となっています。はい、1戦目、今勝利して30ゲームを上乗せしました。で、これを繰り返していって、負けるまでこのゴールド VS ジェネラルバトルというのは、ずっとずっと上乗せをし続けていきます。そして日時計ボタンに注目してください。こう12の星座の中で色が変わっているのが7セット目と9セット目になりますけれども、ここで勝利するとゲーム数上乗せの後に必ず追撃上乗せというのが発生します。それ以外でも追撃は当然発生する可能性は秘めています。レア役を引くとさらに出やすくなっています。で、ちなみにプッシュボタンを押してバーサスの色が変われば継続期待度アップ。で、今強チェリーを引きました。で、さらにもうすでに佐賀の攻撃なので継続。で、
継続して20ゲームを上乗せ、さらに、消化中に今強チェリーを引いたのでこのように追撃が今発生しました。はい、追撃で30ゲームを上乗せで今7セット目です。7セット目、ここで継続すれば追撃ももらえます。で緑チャンスアップパターン、で継続して、さらに継続した際というのは味方の、攻撃にも注目して、強攻撃であれば大きなゲーム数を上乗せしやすい特徴があります。日時計を押せ、100ゲーム上乗せで、さらに7セット目なので追撃も発生します。で、追撃にも種類がありまして、このように長押しして、はい、大きなゲーム数を、このようにゲットするという可能性もあります。強攻撃でピンチ、で復活もあるんですが、はい、終わってしまいました。ただですね、これだけゲーム数を上乗せすればもう十分だと思います。今487ゲーム上乗せしましたが、もう一つのですね上乗せ特化ゾーン千日戦争、こちらをご紹介していきます。はい、今ですねゴールド VS ジェネラルバトルが出てきました。でここでですね、こう押したときに、キャラクターが出てくるのではなく、このようにサジタリアスが出てくると千日戦争に突入します。で、千日戦争突入時というのはこのようにムービーが流れます。3人まとめて葬ってくれる。で、ここから千日戦争に突入しました。で、千日戦争なんですけれども、ゴールド VS ジェネラルバトルと、大きな違いというのは、何かと言いますと、まず、バトルがですね、7回継続が保証されています。なので非常に強い上乗せ特化ゾーンとなっています。もちろん、ゴールド VS ジェネラルバトル同様、7そして9セット目には、勝利すると追撃が、しっかり行われます。それでは千日戦争を消化していきます。で30ゲーム上乗せで2セット目に突入しました。50ゲーム3セット目も このように継続していきます。
このようにして、千日戦争は続いていきます。で、平均の獲得ゲーム数なんですけれども、約650ゲームとなっています。まだまだですね、保証セット残っているんですが、ここで解説を終了したいと思います。ということで、いかがだったでしょうか。通常時も様々な景気からジェネラルバトルへのチャンスがあって、非常に飽きのこない作りになっているなと感じました。ただですね、やっぱりなんといっても ART ですよ。まず初当たりから期待感抜群の特化ゾーンがついてきますし、 ART 中にも様々な上乗せ景気があり、ロング継続に大きな期待ができます。ホール導入の際はぜひ皆さんも体感していただけたらと思います。では、ありがとうございました。さようなら。